ミステリアス火災。兵庫県火災周辺にある隠れキリシタンの遺物といわれる石仏を訪ねました。現在の火災周辺は安土桃山時代以降たくさんのキリシタンがいたそうです。詳しい経緯や考察については後述します。今回訪れた場所は火災市にある馬関寺、来日寺、多聞寺と隣の西脇市にある聖林寺です。最初に断っておきます。馬関寺にある石仏と隠れキリシタンのつながりについては現在のところ定かではありません。羅漢寺の石仏は以前に日本放送協会 NHK の日曜美術館や BS 放送のミステリアスジャパンなどで取り上げられていました。それ以来この石仏については興味を持っていました。約10年前にバスツアーで滋賀県彦根市のある寺に行きました。その寺で五百羅漢を初めて拝見しました。そのリアルさに長くその場所にはいられませんでした。それからは五百羅漢を見ることはありませんでした。そうでありながら羅漢寺の羅漢石仏には興味を持って二度拝観をしました。羅漢寺の石仏を見ていると日本でいう羅漢とは少し違うように感じました。これは個人的な感想ですので人それぞれの感じ方があっても良いと思います。それではゆっくりと石仏を見ていきましょう。その中で何かを感じていただけたら幸いに存じます。
羅漢寺の五百羅漢石仏をゆっくりと拝見しました。この後背中に十字架のある地蔵像を確認します。まず大日寺に向かいます。野上町文化財保存会の案内板があります。こちらが石棺仏です。こちらが異形阿弥陀如来です。隠れキリシタンは阿弥陀如来をマリアに固くする場合が多いと書かれています。こちらが背中に十字架を背負う地蔵像です。こちらが異形大日如来です。隠れキリシタンは大日如来をゼウスに固くする場合が多いと書かれているのでしょう。地蔵像の後ろに回ってみました。こちらが地蔵像の背面です。地蔵像の背中にははっきりと大きな十字架が見えます。次は同じく葛西市にある多聞寺です。多聞寺は戦国武将後藤又兵衛の菩提寺です。本堂に向かうとキリシタン地蔵尊の説明があります。キリシタン地蔵尊は本堂左手に奉安されていると説明されています。キリシタン地蔵尊を拝見しに行きます。あれ？どこかで見たような石仏が。こちらがキリシタン地蔵尊です。昭和47年西暦1972年に統治中より出土されていますが、お顔の部分が見つかっていないと書かれています。地蔵尊の後ろ側に回って十字架を確認します。こちらの地蔵尊の背中にも十字架が確認できます。こちらの地蔵尊がお顔がない状態で統治中から出土されたことについては、いろいろと想像をたくましくできると思います。この数奇な運命の地蔵尊は長く記憶に残ると思います。次は今回最後の場所である葛西市の隣町の西脇市にある聖林寺に向かいます。聖林寺は兵庫県西脇市にあるお寺です。梅雨の時期の紫陽花、秋の紅葉で有名なお寺です。隠れキリシタンの信仰の対象と言われているこちらの地蔵像は、もともとはこの山門付近に安置されていたと言われています。今回訪ねた時は新緑のもみじが綺麗でした。こちらの境内に隠れキリシタンの地蔵像があります。こちらの地蔵像の背中に十字架のようなものがあります。
地蔵像の後ろ側に行きます。少し見づらいので近くに行きます。少し斜めになった十字架が確認できます。今回の動画をミステリアス火災と銘打ったのは、この火災死周辺には不思議な石仏や墓石などが残っているからです。それら石仏や墓石は隠れキリシタンと関連があると言われています。現在の火災市周辺は安土桃山時代以降、たくさんのキリシタンがいたそうです。しかし天正15年、西暦1587年に豊臣秀吉がバテレン追放令を出します。その追放令はそれほど強制的なものではなかったので、キリシタンはその後も増加していったそうです。その頃の旧播磨国、現在の兵庫県南西部にはキリシタン大名がたくさんいました。姫路の黒田義孝、官兵衛をはじめ、高山右近、明石、小西行長、室津、中川清秀、前の長安、三木、京極高友、明石照澄などと言われています。江戸時代に入り、慶長17年、西暦1612年に幕府より禁教令が発布されて、キリスト教自体が禁止となります。これにより帰郷できない人たちは、いわゆる地下に潜ることになります。地下に潜った人たちが住んでいた場所を隠れキリシタンの里と言われ、それの場所の一つが兵庫県加西市と言われています。隠れキリシタンの里の人たちの名残、遺物が今回訪ねた加西市周辺にある石仏です。隠れキリシタンの里と証明される書物などは現在まで見つかっていないと言われています。そのような状況を知った上で、現在残っている遺物、石仏を訪ねました。江戸時代になり、江戸幕府の檀家政策推進などでキリスト教は弾圧されていきます。今回訪ねた地蔵像は、そのような弾圧の中で信仰を続けた証でもあります。地蔵像が存在するということは、地蔵像に十字架を彫った石膏職人がいたということです。いろんなことを想像すると、それこそ寝られないことになります。館は旧大、約400年の時を重ねた石仏は、私たちには何も語ることはありません。しかし私たちが石仏から何かを感じることにより、この石仏はさらに貴重な文化遺産となるでしょう。あなたが何気なく見ている石仏や墓石が、実は隠れキリシタンの遺物なのかもしれません。もう一度、その石仏や墓石をよく見直してみませんか。隠れキリシタンの遺物、文化遺産を訪ねる旅は、これからも続けていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今後も動画内容のレベルを上げていきたいと思っています。期待を込めて、いいねやチャンネル登録押していただけるとやる気につながります。よろしくお願いいたします。 Twitter で動画のこぼれ話をつぶやいています。よろしかったらフォローをお願いいたします。